昨日やりました。なんで社長って言いましたか。やってるつもりがないのに、こんな風に死んだろ。昨日付けでやめました。やめろ。おめでとうって言ってました。そうっす、僕気になるっす。では、お疲れ様です。はい、カメラ回っとる。はい、今回しました。急にね、ちょっとそれはもうちょっとしゃべっちゃダメなんだけど。はい。あ、それどういうことなんだろう。はい。このままこいつやめてたら、なんか俺と喧嘩したもんね、やめちゃった。そういう雰囲気かも。あ、ちょっとこっち座って。やらぎは昨日付けでやめました。関係ない。関係ない。今日書類とか書きに来て、今な会社で。で、俺も電話もらったんだけど、電話もらったんですよ。さっきから。さっき。スッポンもらって、はっ。って言って、昨日やめました。なんで社長って言いましたか。社長のことがどうしてもやっぱり腹の飯を済みませんとか。あれね。やってるつもりがないんで、申し訳ない。こんな風に死んだろうって。そういう風に心配する人もおるかもしれない。ちょうど、まあ、これたまたま昨日か、その前か、昨日です。昨日だ、はい、昨日動画撮りに行ったし、で、なんか多分その後に山口と二人話した、はい、どうするんだ、独立どうするんだって、はい、俺もなんか聞いた時には、まあ、今は考えてないです、はい、独立したいって言ってたんだよ、山口。そうです、なるほど、はい、だけど、やっぱなんか大変そうだし、まあ、いいですまだ早いかな。そうそう、その時に喧嘩だからなんか、まあ、昨日喋ってね、山口とかいろいろ話したんだろうな、はい、でも自分の口から言おうかな、その視聴者に。はい、うん、独立させていただくことになりました。おめでとう。自分取った、はい、まあ、えって言って独立、しかも昨日喋ってもう今日やめろみたいな、まあ、やめろというか、やるならもう早めに、ね、早すぎ、早すぎます。それは山口君が言ったの。そうですね、まあ、うん、僕もそれに対してはまあやるんだったら困らんの。でもそんな急にちょっと俺もちょっと負のエネルギーがちょっとでも動いとくんかなと思ったけど、全くないの。全くない。山口が例えばちょっとなんか気分が悪いとかなのでちょっといざこざが、ちっちゃいいざこざがあったとか、いや、まあ、山口さんとも、ダメだったら戻ってくりゃいいよって言ってくれてるんで、本当にいい関係性のまま、うん、まあ、お互い協力してやる。ちょっと俺とのやつがいい関係性だって言っとけよ、ちょっと、はい、山口さんが俺の心の下げる感じで消えるよ。視聴者はそっからのキャラを一生昨日の俺のキャラもあって喋ってたんだけど、やっぱりあれがちょっとあったんですで、なんか俺もそう思っちゃうじゃないですか、電話でじゃあ喋ってたら。視聴者は 100% そう思うと思うんですよ。俺も思う。山口じゃなかったのか、まあ俺はないとか思う、分かるけど、まあでもちょっと溜まっとるっていうか、まあ人によるじゃん。それ自分が出せない人って、まあ、本当はなんかちょっとあったのかなとか、あの時のことがやっぱチキチキと思っとったのかなとか、やっぱ思うやん、人間だよね。まあそうですね。そうそう。だからそこもお前は勉強になった方がいい。勉強した方がいいっていうのは、やっぱ相手はそう思っちゃうから、はい、顔に出すのもそうじゃん。何でもそう、あの自分がどう思ってるからどうでもいいから、俺がどう思ってるから本当どうでもいいから、俺がやっぱ朝にさ、こいつもさ、こういう感じで来るわ、すごいらしく、ね、評判悪いこと問題になっとるわまあそのうち連絡来るわまだ動いてないけどさ、話がだからそうじゃない、そうじゃないけど、まあ、これ無数としてるもんな。いや、そんな僕は感じたことないですよ。感じたことない、はい、僕本当に、はい、ってやっぱ元気、一番昔は声でかいだな、まあ、おはようは。そうですね、多分それは意識しようじゃん。でもそれってないじゃん。俺が気分悪いかどうかなんて関係ないもん。おはようって言うだけで俺が気分よく見えるもん。相手は気分悪いよな、そんな困ってるからしょうがない。そうですね、そういうと思ったら帰ったら、あ、せーいって帰ってくるわけやそれもないじゃんね、経営者になったら、うん、なんか目標とか。目標ですか。まだもうそこまで考えれてないですけど、うん、だけど、昨日だね、嫁はどうした。はい、まあ、さっきちらっと聞いたけど、嫁は、はい、嫁は、まあ一応怒るんだろ。全然怒ってないです。ぶち切れるんだろ。ぶち切れてもなかった。
嫁はまあ、そうですね、おめでとうって言ってました。ほんまにほんまに前の目の方が優秀じゃないか。開業おめでとうって、多分そういうことだとは思うんですけど。まあ、もう取り立てよう。やるしかないよねっていう、ね。逆に不安だけど、それを見せずにおめでとうって言ってる。まあでもそれもあると思いますよ。そうなるんだよ。もちろんそれはあるから。嫁もやめるって俺言った時に、嫁に言ってるんだった。まあ、一回やめとるから、視聴者の皆さん知らん、動画になっとるから、一回やめた時は動画撮ってないけど、もう俺に先に行ったんだ、やめますって、で、俺はもう、また、はい、来て、やってきやと、って、それだけ俺も、じゃあ俺だからもう、嫌だ、そんな話嫌いだから、やってきやと、もう、こいつがおるわけで、ずっと会社から、俺嫌だから、何かやってるとか、雰囲気が悪いとか、行くの俺嫌だから、もう絶対こうかんだから、俺、で、会社に行きまして、勝負に行って、何ないですか、寝てきてしまう。で、おう、寝てしまおう、これ。俺嫌だもん。本当そうだ。俺嫌だもん。空気が悪いじゃん。確かに。ちょっと気まずいな。おめでとう。おめでとう。まあ、そんなに詳しくは話す時間もなかったんで、うんうん、まあ、今ちょっと、嫁のお母さんもちょっと実家から来てるっていうのもあって、うんうんうん、なんかまあ、実家から来とる。今来てて、家に今いるんで、うん、ちょっと違うやろ。とかはない。やってたやばいよ。めちゃくちゃ嫌だろ。嫌じゃない、嫌じゃない、そんなことは言えない。いやだよ、まあ、まあ、なんとでもないって言ったらあれだけど、まあ、やっぱ手に職あるから知れって、まあ、一切やっとんの個人ですか、うん、個人は一応やってますけど、ビジネスアカウントで作るとまあそうですね、今後は作っていきたいです、ね、今ほんと結構やっぱ俺もやっぱ自分で YouTube やってインスタ投稿しようって出てくるもんね、結構やっぱ仕事もやると思うよ、まあない方よりはあった方がいいしな、俺らも YouTube で応援してた、レア番号でもなくなるんでインスタちょこちょこフォローしようと、忘れた頃の5年6年後にさ、そうってすごい大事な問題だから、お手はあるんですか、そんな不適されたんだ、いや、絶対どうだろう、あ、笑顔に返せる、はい、チャンネル笑顔に返せるようになったら言ったらないっすよ、はい、なんそこ使われてる、使われてます、俺マジで言っとるな、マジで、はい、俺この間言ったけど、はい、俺が悪く映るように編集カットしろって見て思った、そうやってちゃんと感じた、いや、ざまあ見ろ、ざまあ見ろはない動画見て思った、でもそこまでは考えなかったですね、考えて見ろよちゃんといやでもそれ聞いてやっぱりでもあすごいなと思いました、だって社員が上がった方が、まあ、俺は得じゃん、まあ、この人たちが仕事するんだってお客さんが思うからな、仕事カップカップだってだってそうじゃん、あんなに厳しい会社社長なんか入って挨拶してバーン怒る、まあ、すぐやめていけって言ったらいい人しかいないなって映るわけ、それってパフォーマンス、これ使っていいんだけど、ね、はい、だけどそれが実話じゃん、だからそれって作り話じゃないじゃん、だからリアルが出てくるから、それは別にいいんじゃないで、当てがあるからどうか聞いた、そうっす、僕気になるっす、いきなりね、昨日の今日聞いたらめちゃくちゃ面白い、教えてください、あるんすか、当ては正直全くないそらそうっすよね、そらそうっすよね、そらそらそうっすよね、そらそうっすよね、めちゃくちゃ大変だと思うよ、でもやるしかない、うん、そうだよ、山口から紹介しまったんだろう、なんか、まあ、うちの応援先とか関係つながってくれてもいいからっていうふうでは話していただいてるんで、うん、うちのシールハンもそうだよね、あの乗り換え同士の仕事半分以下だろ、外部の仕事が多いから、外部の仕事、そうです、今はないですけど、まあ、今後始まってくるんで、そうだな、そういうところが取り下げのところがあるから、まあ、そっちの方には全然自分で名刺配っていけよって、名刺を作るのは山本さんに頼んで、大通り作ったの名前とか全部また、いやいや、名刺屋とか作ると5000円とか1万円取られるの、全部作ってくれる、デザインも全部考えれる、山本さん考えてくれる、そんな動画を言ってもらって、それの名刺だけ、やばいよ、はい、ありがとうございます、死ねばなるか、いや、当てないっていうのが、もうほんまに面白いって言ったらあれですけど、はい、外国にも電話して、じゃあ聞いたの、はい、外国に。会社の方は連絡くれたんで、そういうことよ、知らんかったっすね、そうです、多分僕多分社長より、普段の行動がお前の本部わけ、
普段行動しようから俺には話が来るわけでしょ。シュッ MJH MJH 使わさせてもらいました。これから聞いてるお前だからと思うんだろ。普段の行動でさ、でそれダメなんですよ。そしてそこでいや俺いいとこがあったんで、いやお客さんなのに人のせい大基本がいや、もともとシュッえっえっ以上でそうなった。だから自分がどう動くか全部自分のせい。明日かあの津波が来ても自分のせいだと。まあどこ住んでる自分がこんなことになっちゃってるから場合本当に人のせいじゃん。何人のせいじゃん。こういう来るんだから。でもすごい。お手本。はい、もう以上になります。今ちょうどが歌に立てたというのが皆さん分かったと思います。またそれも近々動画になると思いますが、面白いのが一個含んでますんで俺は。面白い火薬持ってますんで俺も一発で面白い動画になります。でも第柳脇が、まあ、CD 会社どうなるか分からんけど、インスタ会社のやつやるなら、はい、まあ、一般に公開するならまた早めに送ってくれたら、はい、1週間2週間後ぐらいな。そうですね、はい、送ってくれたら、はい、またサポートできることはサポートするし、はい、俺もサポートしてほしいしな。ぜひまた応援よろしくお願いします。お願いします、はい、せーの、また見てね。頑張ってください。ありがとうございます。頑張って、ありがとうございます。楽しみにします。